私は日本橋にある三重たラスにやってきました伊勢島サミット100日前記念イベントとして三重ウィークイン日本橋が2月16日から開催されます食をテーマにしたイベントということでこれから記者会見が行われます縁の深いこの日本橋から100日前ののろしを大きく上げていきたいとそのように思っています今回の伊勢島サミットは開催決定にあたって 安倍総理も日本人の伝統文化精神性、まあ、そういうものを多くの首脳の皆さんに感じていただきたい、まあ、そういうことをおっしゃっていただきましたのでそれまでの私たちの情報発信もそういうところに特に力を入れていきたいと思っていますですのでこの2月16日からスタートをする「三重ウィーク i n 日本橋」のコンセプトは「This isJapanThis isMIE」 これをコンセプトとして取り組んでいきたいと思います。16日の100日前記念フォーラムを開催いたします。ここではザスピリットオブワをテーマにサミットの意義とか、ワの原点としての伊勢島の魅力などについて、ファッションジャーナリストの伊駒麻義子さんやライフネット生命保険会長の三重県出身の出口晴明さん。 それから俳優の別所哲也さんを招いてパネルディスカッションをやりたいと思います。フォーラムと合わせまして16日から22日まで日本橋三越本店を江戸日本橋そしてここ三重テラスを伊勢神宮、まあ、大変な施ですけども伊勢神宮に見立てまして日本橋エリアでの食べ歩きをお伊勢参りに見立てたお伊勢参り食べ歩きツアーを開催します。各イベント会場を回って三重の食を堪能していただくだけじゃなくて抽選会にも。 参加をしてていいただいて実際に三重を訪れる旅行ツアーや素敵な県産品などを三重県の豪華商品が当たる内容となっています100日前ということで三重県内の方でもいろいろ取り組みをされているんじゃないですかそうですね県民の皆さんに一人でも多くサミットに参画してほしい、まあ、そういう県民の行動喚起のステージへアップしていくというのが一つの私たちの目標で、はい、そこで県民の皆さんを巻き込んだ おもてなし大作戦はいあのまずはこの2月14日日曜日にキックオフ大会として、はい、まあ要は来ていただく方々にねあの気持ちよくあの三重県で過ごしてほしいので、はい、三重県をクリーンアップ作戦をやろうとで4月には花いっぱい作戦っていうのをやろうというこれを全体をおもてなし大作戦としましてそのキックオフを100日前にスタートします。そのののおもてなし大作戦の PR のシンボルは 今日お越しに出ていただきます小倉久美子さんにやっていただこうと思ってます。どうぞお越しください。<laughs> 小倉さんは三重県のご出身ですから、はい、まあ伊勢志摩の辺りの食もだいぶ馴染んで育ってこられたかなと思いますが、はいはい、家の食っていうとどんなものがありますか。はい、そうですね。あのやっぱり有名なのは伊勢海老だったり牡蠣、はい、だったりアワビだったりってこう、うん、あの。 松坂牛だっっったりっていいいう有名なものはいっぱいあるんですけどあの私は小さい時に小学生の時にあのよく試合に行った帰りに食べてたへんばもちっていうお餅があるんですよね<ー>。で結構三重県っておまんじゅうもすごく有名なんで赤福もそうですしあとそのへんばもちもそうですしあと二間茶屋餅とかっていう、はい、ねはい長餅もはいそれはもう地元の四日市が近くなんで、はい、はいそれもよく食べて育ったんで、はい、結構お餅が有名ではい。 四日市のね長もちはここの三重テラスでも売ってますけどもね、はい、もういっつも売り切れごめんでもうほんと申し訳ないんですけどもあの長もちはねあの小倉さんも仲良くしてもらってる、はいるレスリングの吉田沙織さんは,はい、はい、試合に行くときは必ず持って行って、はい、それ食べてあの<ー>気合入れて勝つみたいな、はい、そういうのもやってますのでそのもちもすごいうちの売りなんですけど、はい、まあなんといってもですね野永さんはもう日本を代表する料理人として、はい、うちのまとやがきというもう もう僕世界一だと思いますけど、的矢牡蠣や伊勢海老や、もういろんなものをね、使っていただいてるんですけど、どうですか、野中さん。そうですね。おかげさまでね、今ね、世界中からお客様来てますけどね。やっぱり三重のブランドをね、やっぱり言わないと分かんないです。ょ伊勢海老って実は日本中いるんですけど。素晴らしいのは、名前は伊勢海老ですからね。ねはい。この的矢牡蠣の魅力ってどんなところですか。まずね、安心安全なんですよ。<ー>はい。 多分ね、日本で最初に佐藤養殖場さんが、えー、殺菌糖を使いまして、無菌の牡蠣、多分ね、唯一宮内町御用達なはずなんですね。それで、うちも実は使ってますしね。はい、はい。そういうやっぱり昔からのお付き合いがありますし。実は僕、現地も行ってます。はい、まあ、その人たちの、やっぱり、何、熱意とかね、こだわりが全然違うんですね。いそれがやっぱ食材にも出てきますから。それをね、あのー、食べ比べると、やっぱりね、見た目も違うんですね。牡蠣がプリプリだったりとかね。開けた時の香りが違うんですよ。 そういうのをやっぱ比べると違いますねはいであのこのお伊勢参り食べ歩きツアーってこういろいろな企画があるんですけれどもお二人は何か気になるものありましたか小倉さんいかがですかえっとそうですねあの三重の食材を使ったコースがまたサミット一覧なんで3310円で食べるっていうのが <laughs> サミット、はい、でそれはあの食材すごくもうたくたさん本当に もう有名な食材もあればそのブランドの食材もいっぱいあるんですけどそれこそもう私は実家にいるときにやっぱりなかなか手が出せない食材も確かにあったんですよねでそれがあ三千三百円まあそんなにあの安くはないですけどでもコースでって考えたらすごい贅沢だなと思って私自身がすごく食べたいなと思いましたね、うん、シェフはどんなものそうですねこのこの機会にじゃうちもねランチ実は三千五百円のゆかり御前ってあるんですけど。うん じゃ、その値段でやっちゃいましょうか。ええ<ー>、はい、本当ですか。これ、今、今、今言っちゃいましたね。限定一日十食ぐらいにしておきましょうか。<ー> <laughs> ぜひとも、来週十六日からスタートいたしますので、堪能していただきたいと思います。日本橋の、その、お伊勢参りの、その、食歩きツアーを。あの、ぜひ、体験していただいて、で、あの、三重県の良さというか、魅力っていうものを感じ取ってくれれば、嬉しいなと思います。で、その。 ちょっといいなと思ってぜひその三重県の方に足を運んでいただいて本当、三重県には食以外にもあの伝統工芸だったりあとはまあ世界遺産だったり、まあ、いろんなアミューズメントパークだったりっていういろんなスポットもたくさんあるのでぜひあの三重県に足を運んでいただけたらなと思います。山の幸海の幸幸海ねねねあとねそうです、ねうん 発酵とか、ね、やっぱ世界的にでも注目されているのは発酵とか乾物とか注目されていますからそういう食材を、ね、取り入れて食べて健康につながるというものを、えー、三重の食材を中心に、えー、日本橋というのは実はですね日本橋に、ね、キリンがいますけど実は羽が生えています、ね、羽ばたくという意味で実は普通のキリンは羽がついてないんですけど日本橋のキリンには羽がついています。 ね、日本から世界に羽ばたくような、ね、発信の、ね、基地にもなりたいなと思って、えー、これからも頑張っていきたいと思いますので三重ウィークイン日本橋あの三重がそのお店参りで多くの人たちがね を受け入れてて伝統文化を作ってきましたそのお参りの伊勢起点となるのはこの日本橋ですこのゆかりの力改めてね原点のような場所からこの伊勢志摩サミットの金を盛り上げるべく取り組んでいきたいというふうに思いますので一人でも多くの皆さんにご堪能いただきたいと思いますしそして三重を感じていただいたら実際に次は三重を訪れていただく、まあ、そんなきっかけのね三重ウィークにしたいと思いますのでどうぞよろしくお願いします。 記者会見の後はレセプションパーティーが行われ、三重の食材を使ったお料理、まあ、特に山の幸、海の幸がメインなんですけれども、そしてお酒、さらには伊賀焼きや尾鷲やっぱそしてバンコ焼きといった匠の技が光る一品も展示されていました。こうやっててると改めて三重の豊かさが感じられますね今日は現役の 地元の海女さんたちが応援に駆けつけましたですよそれではこの三重ウィークイン日本橋の大成功とそしてその先にこの伊勢志摩サミットの大成功そしてご協力いただいた日本橋地域の大発展そして日本の安寧を祈りまして皆さんと乾杯したいと思います声高らかによろしくお願いします乾杯,乾杯 レセプションがスタートしました用意されたお料理は伊勢海老のトマトクリームソースリングイネ伊勢赤鳥とモッツァレラチーズのラサニア三重サラダマイヤーレモンドレッシングと三重直送鮮魚のカルパッチョなどなど海の幸山の幸を楽しめますでは皆さん笑顔でお願いいたします <laughs> じゃあおそらくこちらの方にメッセージお願いします ここから三重まで、どうやってつなげていきたいですかそうですねあの、2月16日でね、ちょうど100日前ということですし、この日本橋は、このお伊勢参りの原点のね、起点の場所ですから、まあ、そのゆかりの地から、この日本中、世界中にね、このサミットのチャンスに、三重県の名前を轟かせていく、まあ、そんな機会にね、三重ウィークにしたいなと思いますね。 三重の魅力をもっと知ってもらいたいと開催される三重ウィークイン日本橋伊勢島サミット開催100日前の2月16日から22日の1週間開催されます豪華商品が当たる抽選会なども行われますお伊勢参りの出発地となったここ日本橋で皆さんも三重の魅力堪能してみてはいかがでしょうか